お菓子が学びになる動画、森永おかしな放課後。3月3日はひな祭り。今日はお菓子の空き箱を使ってひな人形を作ってみるぞ。どんなひな人形になるか楽しみじゃの。ここはおかしな研究所。いろんなお菓子で楽しいことを発見する場所じゃ。わしはおかしいな博士、そして助手のキョロちゃんじゃ。よろしく。え、よろしくじゃ。もうすぐ3月。3月3日はそうひな祭りじゃ。ひな祭りといえばお内裏様とおひな様が赤いひな壇に並んでいるひな人形が有名じゃの。今日はお菓子の空き箱を使ってひな人形を作ってみるぞ。チェック。作り方は森永のおうちで楽しく健やかにのページに載っておるぞ。ひな人形作りスタート。まずは人形の体になる部分じゃ。いろんなお菓子の箱が並んでおるの、どれを使おうかの。よし決めた。使う空き箱はムーンライト、リーフィー、マリー、ミルクキャラメル、チョイス、カルトショコラじゃ。マリーとチョイスをこれを正方形に切っていく。ハサミを使うときは怪我をしないように気をつけるんじゃぞ。ちょうど正方形じゃ。ではチョイスも正方形に切っていくぞ。正方形が2つじゃ。そしてこれを三角形にしていこう。これを2枚重ねるんじゃが、上に重ねる方の三角形をちょっとだけ小さくすることじゃ。どうじゃ。下の三角形をチラ見せさせるのがポイントじゃ。次に三角形の底が上になるように持ち替えたら、左右の角をくるっと丸めて着物を着ているように重ねよう。和服の決まりで必ず人形から見て左側が前に来るように重ねるようにしようの。ではこれをホチキスで留めていくぞ。よし。ではお代理様もやってみよう。この後ろの長い部分をハサミでカットしよう。なるべく滑らかな線で切るようにするとおひな様が立ちやすくなるぞ。体の部分ができたぞ。どうじゃ。次に頭になるパーツを作っていこう。博士に一ついいアイディアがあるんじゃ。マリーのビスケットの写真をお代理様の顔に、ムーンライトのクッキーの写真をおひな様の顔に、それぞれ使ってみるぞ。ムーンライトがおひな様の顔じゃな。よし。マリーがお代理様の顔じゃ。切り出したぞ。では髪と顔はペンで描いていこう。よし。次は目じゃな。目も描いて笑顔じゃ。ほっぺたも赤くしようかな。次はお代理様じゃ。よし、いい感じじゃ。お代理様もほっぺた赤くしようかな。よし、お代理様はメガネにしちゃおう。いい感じじゃ。どうじゃ、顔じゃ。さてみんな、ひな祭りってどうしてお祭りをするのか由来を知っておるかの。豆知識くえ。平安時代、災いを人形に託して身代わりとして不幸や不運を川に流す流し雛という風習があった。また同じ時代、小さな人形をひな、ひいなと呼んで子供たちは人形遊びをしておった。この流し雛の風習とひな遊びが結びついてひな祭りが生まれたと言われておるんじゃ。顔が描けたらおひな様の髪飾り扇も何か空き箱で作っていこうかの。ミルクキャラメルを使うぞ。この柄の部分を使ってみようかと思うんじゃの。丁寧に丁寧にの。よし、一つ切れた。よし。そしてこの部分を使おうかの。これを
おひな様の髪飾りにするぞ。のりでつけよう。これを上にじゃ。これは横じゃ。うん、おひな様の髪飾りじゃ。うん、かわいいの。扇はカレドショコラのこの金色の部分を使ってみようかな。うん、よし、扇じゃ。で次はおだいり様のえぼしと尺じゃ。おだいり様のかぶっているのはえぼしというんじゃぞ。持っているのは尺じゃ。尺はやはり金色使おうかの、うん、よし。おお、ではえぼしをつけよう。おお、なかなか似合っておるんじゃないか。あとは顔や体など組み合わせるだけじゃ。この体の上の方から顔を差し込んで、体の下の方から一箇所止めよう。よし、うん、止まった。そしてこのホチキスの針を隠すように、うん、扇を使うわけじゃ、うん、次はお代理様じゃ。よし、隠れろ、うん、よし、くっついた。お代理様とおひな様、できたぞ。お菓子の空き箱でひな人形の完成、うん、お代理様とおひな様以外にも三人勘定、五人囃子も作って豪華なひな飾りにしてみたぞ。ひな壇もお菓子の空き箱に赤い布を敷いて作ったんじゃ。三人勘定も五人囃子も全部これ着物が違う色に丁寧に作ってあるぞ。おひな様も可愛いの。そして一番のポイントはやはりこのお代理様が博士の若い時にそっくりなところじゃの。どうじゃどうじゃ、こんなんだったんだしょ。チェックイ。空き箱ひな人形の作り方は森永のおうちで楽しく健やかにのページに載っておるぞ。ハサミやホチキスで怪我をしないよう気をつけて、みんなも家族と一緒におうちで作って飾ってみてくれ。次回予告くれ。さーて、次回はどんなおかしな研究にチャレンジしようかの。みんなお楽しみにじゃ。森永